ウィンチェスター M1912-12 ゲージポンプアクションショットガンポンプアクションは銃の作動方式の一つである。主にショットガンの持ち手部分を後ろにスライドし空の弾をいさやする。ポンプアクションライフルやショットガンはハンドグリップを前後に往復させることによって使用済みの弾薬を排出し新しい弾薬を薬室に装填する仕組みの銃である。ポンプアクションは ボルトアクションよりもかなり素早く、また、レバーアクションよりも、いくらか素早く操作できる。再装填するとき、トリガーから手を離す必要がないからである。ライフルで用いられる場合、スライドアクションと呼ばれることもある。やはり太短い弾薬を使用する、グレネードランチャーでも、チャイナレークや GM-94 など、少数の採用例がある。ポンプアクションという用語は、 多くのエアソフトガンや空気銃にも用いられる。ペレットを装填して、スプリングや空気を圧縮するときに似たようなメカニズムが使われるからである。ポンプアクションの回転時間は短く、時にはセミオートを上回る。ポンプアクションの手動操作は幅広い威力の弾薬に対応する。ガスオペレーションやリコイルオペレーションの下記ではうまく動作しない。 弾薬弾薬でも動作させることができる。ポンプアクションは、セミオートよりも単純な設計なので、より頑丈で安価である。アクションを動作させるのに必要な時間は、使用者が新しい目標を確認して狙う余裕を与え、ばらまいて祈る使い方を避ける要する効果もある。ボルトアクションに対するポンプアクションの利点は、右利きでも左利きでも、 同じように容易に扱えることである。スポーツのガイドブックでは、レバーアクションやポンプアクションがアンビデクストラウスであるとして推奨されている。ほとんどのレバーアクションライフルと同じく、ほとんどのポンプアクションのショットガンやライフルの弾層は交換式ではない。弾薬を一つずつ下記に相談しなければならないので、再相談に時間がかかる。ポンプアクションのショットガンの中には、 ザラタースと RB-12 イタリア製のバルトロ、PM5、フランキスパス15、アメリカ製のレミントン7600シリーズのように、交換式の箱型断層を使うものもある。三段銃やライフルのような長い銃は、片付け、利き手のグリップ、フォアエンドの添えての3点指示となるが、再装填動作を中央付近で行うボルトアクション、あるいはレバーアクションに比べ、 添えてを動かすポンプアクションは銃先のブレが大きく、精密射撃には向かない。典型的なポンプアクションの下記は、重心の下に、チューブ型の断層を持ち、これは、可動式のフォアエンドのガイドの役割もする。フォアエンドを前に動かすと、弾が一発ずつ機関部の穴を通って装填される。弾層の後ろにはラッチがあり、弾が必要になるまで、出てこないように保持する。 銃に一杯まで相談するには、弾を這い、鞘口に直接入れて薬室に装填するか、弾倉から装填した後、弾をもう一発、弾倉に相談する。交換式の弾倉やドラム式の弾倉のポンプアクションショットガンも存在するが、弾倉の一番上の弾を抜かないと装着できないものもある。ほとんどすべてのポンプアクションは、フォアエンドを前後させることによって作動する。フォアエンドは、 ボルトに1本、または2本の棒で繋がれている。2本の棒を使った方が信頼性が高い。ボルトとポンプに対象な力がかかるので食いつきが起きる可能性が低くなるからである。チューブ式断層を持つモデルではボルトを前後させるとエレベーターという部品が動作し断層の高さにある弾を重心の高さまで持ち上げる。弾を発射した後は ボルトが解放され、フォアエンドが自由に動くようになる。いては、フォアエンドを後ろに引き、オペレーティングサイクルを開始する。ボルトは解放されて後方に移動する。この過程で、薬室から空薬莢を引き出して排出し、撃鉄を起こし、新しい玉を装填する準備をする。チューブ式断層の場合、ボルトが交代すると、断層から一発だけ玉がリリースされ、後方に押し出されて、 エレベーターに乗せられる。フォアエンドが後端に達した後、前進を始めると、エレベーターは弾を上に持ち上げ、重心の後ろに置く。ボルトが前進するので、弾は薬室に押し込まれ、フォアエンドが最後まで前進すると、ボルトが前進位置でロックされる。トリガーを引くと、弾が発射され、次のサイクルが始まる。ほとんどのポンプアクション書きは、 弾薬が装填されているか否か表示する装置を持たないので、サイクルを完了させても薬室が空になってしまうことがある。チューブ式断層の下記の場合、予期していない時に弾切れを起こす危険を減らすには、発射した弾の代わりに、新しい弾を断層に相談すると良い。これは、狩猟の際には特に重要である。なぜなら、多くの地域では、断層の容量は、 でで制約されているからである。からあ例えば三弾銃なら三発、ライフルなら五発などである。ビッサマシンカービンはハンドガードをひねる独特なポンプアクションを採用していた。現代のポンプアクションショットガン、例えばレミントン870やモスバーグ M500 などはトリガーディスコネクターと呼ばれる安全機構を備えている。これはボルトが交代した時に トリガーと視野の関係を立つもので、ボルトを閉じた後、トリガーを一度離してから引かないと、発射することができない。ウィンチェスター M1897 のような昔の、ショットガンは、トリガーディスコネクターを装備しておらず、トリガーを引いたままだと、ボルトを閉じると同時に発射できた。一手によっては、トリガーディスコネクターがない方がより高速に連射、できるので、トリガーディスコネクターのない。 イサカ M37 やウィンチェスター M1912 のようなモデルを好むものもあった。ありがとうございます。